犠牲ヒーロー続きからやっていきたいと思います。前回の続きでちょっと中途半端なところで終わっちゃいましたね。はい、シュウヤンリアルのタイミングでね、ちょっと予定が入っちゃってね、あんな感じで変な感じで終わっちゃったんですけども、とりあえずビーチと離れのビーチは見たんだっけ。あ、灯台前も見たか。じゃあとりあえずキャラたちがいる場所に行ってみようか。レストハウス行ったら終わっ、いや違うか、コテージか。コテージ行ったら多分ストーリー進んじゃうんじゃないかな。ヤサメいるし、じゃあレストハウスからちょっと見てこうか。シーナたちいるしな。サクラもいるね。見渡すってのもあるな。調べる、調べられる。フルーツがある。ただそれだけだ。それだけか。特に調べられない。これ話しかけてみる。そうだな。俺はしばらくここにいようかな。小里は早く帰りなよ。気まずい。そのつもり。じゃあね。おやすみ。友情破壊ゲーム始まっちゃったかな。もうマジで誰も信じられなくなりそう。さくら、お前も大丈夫か？え？なんつーか、顔色が良くないからよ。いや、俺は気を確かに持っていますよ。それよりもみんなのことが心配で。まあ、無理すんなよ、さくらも。すみません。木枯らし君、この絵君が元気ないから、しっかりしようとしているのかな。椎名君の言う通り、無理しないといいんだけど。なんかリンマ今回やばそうだよな。こんな感じ？これで普通に話しかけるとまた違うの？あ、違うっぽいわ。着物どうしたんだ？一人でフラフラ歩いてちゃ危ないぜ。コテージに行きたくねえのか？お前、あいつとペアって何があったんだ？まあ、しょうがないよね、奴隷だし。ヤサメ君に言われて強制的に気乗りはしないけど。大丈夫か？俺からあいつに連絡してみっか？いやいや、もう決まっちゃったし、多分無理だから。心配してくれてありがとうね。そうかよ、何かあったら言えよ。ありがとう。なんか3人は確実に生徒って結構重要な情報そうなんだろうけど、やっぱ命がけになると3人だけじゃまだも心もとないっていうのかな。不安だよな。まあ、次リンマ。そうだな。なんつーか、初日から疲れたな。まあほとんど自業自得なんだけどさ、荒ぶってたな、リンマは。とにかくあいつらに何もなくてよかった。俺も頭を冷やして行動しないとな。この絵くん反省してるみたいだね。これ以上彼にとっても私たちにとってもショックな出来事が続かないといいけど。やめろやめろ、フラグを立てるでない、はい、さくら。少し音楽を聴きに来たんです。蓄音機があったって話だったので。確かに音楽おしゃれだよな、今のここのルーム BGM？ なんか違う気がする。まあ BGM かな。着物ちゃんも無理しないでくださいね、こんな状況ですから。ありがとう、木枯らし君もね。なんかちょっとペルソナチックな感じの雰囲気がすごく好き。ペルソナ5しかやったことないけどな。電話とかもできるんだよな、そういえば。これはあれか、情報か。誰かわかるかな、あの悪とか。電話をかけてみようかな、せめてコテージに戻ってから。コテージに戻ってから。写真は撮れないか。んー、じゃあとりあえず話すのはこの3人終わりかな。一気に雰囲気変わった。じゃあ次はサロンに行ってみようか。はい。竜たちがいないな。え？竜たちあれどこにいんの？これどこにいんの？これコテージにいるのか、この二人。どういうこと？で、これストーリー進んじゃうよね、絶対。え、本当にサロンにいない？見渡す。いないもんな。え？え？まあ、いっか、じゃあ。こっち行くか。ひだまくん何してるん、そこで一人で。え、ひだまさん、どうしてここに？コテージには行かないの？いや、僕本を読むのが好きなんだ。そう言ってひだまさんは何も書かれていない本のページをめくった。行こう。怖いね、ちょっと何も書いてないからね、その本。見渡すでも話しかけてみようか。無言。なんでだろう。仮想世界への干渉はしづらいんだと一概には言えないのかも。僕もまだわからないことが多い。不思議だね。え？独り言？あんまり深入りしないようにしよう。おいおいおい、距離を取るんじゃない、ひだまくんから。不思議系男子だよ。なんかちょっと特殊なだけ。仲良くなろう。はい、じゃあ次。チーム女の子。りんごちゃんもいるね。見渡して話しかけようか。3人まとまって服見てる。かわいい。お外暗くなっちゃったの？もう夜だから、マリル手伝ってって言って、間違えた。苦手って言ってたもんね。なんかこんな可愛い女の子3人の中にも悪党がいる可能性あるんだよな。あのね。失礼な。
私たちも一緒にいるから大丈夫だよ。ふう、二人ともありがとう。あの閉鎖空間には昼も夜もなかったから久しぶりな感覚だよ。あ、そっか、わかんないもんな外の様子は。じゃあこれで一人ずつ話しかけてみようか。りんごちゃん、着物ちゃん、昼間はお疲れ様。一日なんだかあっという間だったね。りんごちゃんもお疲れ様。本当あっという間。コテージでたくさん休もう。ええ、おやすみなさい。私もコテージに向かわないと。あれ、りんごちゃんのペアって誰だったっけ。まだよ。ねえねえ、お外暗いの？暗いの怖いよ。あ、水平さんか。あんな全部喋るのね。水平さんも怖いよね。すごい泣いてる。猫ちゃんとリンゴちゃんとお手手つなごうね。かわいい。閉鎖空間は夜も暗い場所がなかったからね。マリルちゃんは苦手なんだな。うん、まさかの事実が知られたね。じゃあ次、猫ちゃん。コテージ、ヤサメくんと一緒なの？かわいそうでしょ。うん、なんかそうなっちゃった。そっか、大丈夫？わかんない。うん、別に嫌とか、そういうのはないからさ。うん。まあ命の危険は確かにないよな。確実に信頼できるからな。ならいいんだけど、何かあればいつでも頼ってね。ありがとう猫ちゃん。優しい、英語すぎる。じゃあこれで部屋も進んじゃっていいんかな。まあ、特にあと調べられるもんないもんね。行こっか、コテージ。あ、ストーリー進むって言われてる。入る。あ、いや待てよ、一応待とうか。ここもしかして大観覧車乗り場にいる可能性が。全然なかったわ。いないいない。もう行ったもんね。東大も行ったしね。うん、普通にいないね。間違えたね。ちょ、戻んない戻んない、やめてやめて。まだ終わってないよ。じゃあ行こっか、コテージ。ないもんね。ないね。じゃあここへ行く。目的地に入るとストーリーが進みます。入りますか。入る。コテージ、わてっす、わてっつった。私のコテージ、ここだね。本当にヤサメくんとペアになっちゃった。結構普通に嫌なんだけど、何考えてるのかな。また利用されるのかな。めっちゃ嫌がってんじゃん。生理的に無理な感じ。お、リュウ。へえ、着物服どうした。2番手行く。いやー、ちょっとね。 What's fuck? お前コテージ、ヤサメと一緒か。 Yes。 あー、そうなの。Why? なぜ？まあそうだよな。うん、不思議だよな。なんであんなやつとって思っちゃうよな、理由からしたら。周りからしてもびっくりだもんね。そっちって LINE あったの？みたいな感じに。まあでも、意味義解くときに結構絡みあったじゃな。なんとなく察せられてる気もするが。嫌じゃねえのか？まあ嫌じゃないって言うと嘘になるけどさ、拒否権がいろいろあったんだよ。ああ、いや、うん。とりあえず、なんとかうまくやるよ。No。 優しいな、お前。No? Why? ヒーローだぞ。嫌われ探偵に俺から言ってやる。着物服いじめんなと。二番天空、なんてヒーローなの。いやいやいや。でも、多分論破されるぜ、リュウ。でも大丈夫だから、かえって面倒なことになりそうだし。奴は中にいる。引きずり出すぞ。ちょ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 。待て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 。待って待って。そもそもほら、私が一緒にいると後でいろいろ言われそう。例えば、うん。なんで止めなかったのとか、多分ね、言ってきそうかも。なら壁に隠れっぞ。え、壁なんかないよね。あんたさ、おうずき、でもなんかすげえかっこいいんだよねこれ。生かした兄やんなんだよな。あんたら何してんすか。オーライト、スチームパンクマン、壁になって着物服をかき消せ。かき消された、隠して。いや、えな、早くしろ、ヤサメに物申すんだよ。なんかわかんないけど、まあわかったっすわ。はい。あ、なんか始まった。ダメだ、隠れられるわけがない。二番手君止めてくれそうにもないし。二番手君は乱暴にコテージをノックした。もう後戻りはできない。後でヤサメ君になんて説明しよう。出てこないっしょ、ヤサメ。あ、出てきた、素直に。少しするとヤサメ君が見るからにめんどくさそうに現れた。おっと、何事かと思ったら不良が扉を破壊しようとしてたんだ。怖いなぁ。せぇ、いちいちうぜんだよ、てめえは。いいか、よく聞け。楽しそう。おい、やさめ、てめえごら、ファク、着物服いじめんじゃねえぞ。着物ちゃん、かわいすぎん。なにこの、うずきの後ろに隠れてんの、超かわいいんだけど。明日の着物服の顔によっては、てめえの顔、
バコンベコンにしてやんぞ。めちゃくちゃになりそう、その顔。無双っすね。そっちのあんたは何なの？とフルボイスだった。まあ置物的な感じっすかね。そうだ、オブジェクトだ。チラチラ見てんじゃねえぞこの野郎。え、かわいい。うるさいな。まあよくわかんないけど、うるさいから立ち去ってくれる？うん。あ？リュウ君がもっと僕と遊びたいなら一緒にいてあげてもいいけどね。じゃあな。あしらい方がうまい。いや、うざさに耐えかねてるじゃん。じゃあおやすみ、リュウ君とお着物さん。あ、ちょっとコテージに入れてよ。ヤサメ君はそう言うと笑顔のままコテージの中へ戻っていった。Why? Why? なぜだ？なぜバレ込みやがったのか？バレるよね、見えてるもんね。いやー、そりゃバレるっしょ。うん、まあですよね。着物服、お前コテージに行けるか？行くしかないもんね。うん、そこまですごくひどいことはされないだろうし大丈夫。そうか、ごめんね、飛ばしてた。オブジェクトも頼れ、うずきな。もう寸劇終わったんだからやめね。ありがとう二人とも、おやすみ。親切な二人に別れを告げた私は重い足を引きずるようにコテージに入った。ヤサメ怒ってない？めっちゃ笑顔で待ってる。ヤサメくん、今のは。まったく。ニュウくんは僕のこと相当勘違いしてるよね。やめろ、その汗垂らすの。ちょっとヤサメの性格悪いのは嘘ではないからな。あんたから言っておいてよ、僕は想像の 1.3 倍は優しいよって。やけにリアルな数字だな。そんなに自信はないんだね、優しさに。で、あんたは口外したわけじゃないよね。なんだ、シスコンの秘密 してないけど。シスコンだってた今の、なんか違う気がするけど。それならオッケー。あ、チーム名か。あれは何？え、なんか二人の人形がある。あれ、完全正義学園の盾のこと。なんでそんなものが盾。あ、本当だ、盾がある。本来なら入学式にもらえたのかな。人形っぽい、マスコットっぽいのに目いったんじゃない？じゃなくてさ、その上の、なんか可愛くない？きっとこのお人形が分身だよね。ああ、そういうこと。それ以外にないんじゃない？絶妙に希少いよね。え、可愛くない？なんか遠目から見ると可愛いけど。デバイスへ取り込めるって話だったけど、どういうことなんだろう。試しにカメラで撮ってみたら？そうだね。百聞は一見にしかず。可愛いじゃん。これ撮った？え、これどうしたらいい？あ、撮った。デバイスをかざしたら認識されてるみたい。早速撮ってみよう。お、消えた。これで取り込んだってことなんだね。ヤサメのも取り込んどけ。あ、本当に消えた。一体いずこへ？でしょ。普通に考えたらアイテムに入るでしょ。アイテム一応確認してみよう。キモちゃんとか絶対ヤサメとかにいたずらで取られそう。本当だ、分身が登録されてる。ちょっとよく見てみよう。おい、着物の分身。奪われた状態で最終日を迎えた場合、着物が生徒であれば死亡、アクトであれば投獄される。アクトをはめることもできるのか。コテージの棚にペアの分身と設置することで、ナイトアナウンスからモーニングアナウンスまでの間、コテージにバリアが張られる。棚に分身を設置した状態でも外出は可能。なお、分身をデバイスの外へ出せるのはコテージ内のみ。相手に意識がないとき、相手のデバイスに分身があれば近くでデバイスを起動すると略奪ボタンが現れる。自己意思によって相手のデバイスへ分身を送信することも可能。へえ、棚へ配置しますか。配置しなくていいんじゃね。いや。あ、怒られた。早く戻しておいてよ、コテージのバリアが効かないでしょ。ああ、棚に置くことでバリアなのね。俺なんか外に特別なのがあるのかと思った。まあそうだよね、配置しておこう。あ、乗った。かわいよ。ヤサメのも見してよ。さて、これで明日のモーニングアナウンスまでコテージ内は安全だね。じゃあ寝よ。お、アナウンス入ったね。ナイトアナウンスです。こんばんは、皆々様に朗報です。え、これよりコテージ内にショップへの扉が現れます。ショップ？もちろん一人じゃないと入れません。ではでは皆々様、いい夢よ。何ショップ？これ好感度上げるアイテムとかじゃない？初めて見るタイプの放送は採取が伝えたいことだけ簡潔に伝えると終了した。そん
何それ、ショップってあの店員さんいんのかな。前作いたよね。左か。まもなく青い扉が現れた。おっと、仮想世界ならではの扉だね。テンション上がっちゃうな。本当に。ちょっと待って。やさめくん、これがどういうことか分かってるの？どういうこと？また殺人が起きるかもしれないってことだよね。え、ショップに行くだけなんじゃないの？あ、武器変えるってこと？このプログラムが続く限り殺人は続くでしょ。アークトはいるんだからさ。無言になっちゃった。キル様と話してくる。おだよね。無駄かもしれないけど、でも何もしないよりはマシ。勝手にしたら。興味のなさそうなやさめくんに背を向け扉の前まで歩く。見る限りは1枚の扉のみだが、開けると中には真っ青なお店が見えた。不思議な感覚を覚えつつ扉の中へと入った。はいはいはい、店内は現実のキルビーだっけ、読み方と変わらない。しかしキル様の影が見当たらない。一体どこへ。あー、出てきた。イケメンが突如後ろから聞こえたキル様の声に心臓が跳ねた。あの、普通に登場できないんですか？怒っているのですか？せっかくここでも会えたというのに。なんか久々じゃね？すんげえ久々。それよりもキル様にお伝えしたいことがあって。なるほど、それは結構ですが。いやはや。残念ながらこの僕は NPC の存在なんだ。なるほど。君たちみたいに転移装置を使ってないからね。NPC? コンピューターだ。プログラミングされただけの存在。現実の僕とは一切無関係。言っておくけど感情もないよ。そんな僕に何のご用でしょうか、お客様。やめてほしいの。殺人を手助けするような道具を調達するのは。あのさ、聞こえてたかな。僕は職務を全うするだけの NPC。 プログラムされた指示に従うのみだよ。つまりまた殺人の手助けをするってことですか。まあそうなっちゃうわな。お客様が望めばね。ああ。まあ望むよな、アクトいるしな。そうだ、でも現実と違う大きな点があるんだ。違う？プレゼント機能を廃止してオーダー機能の利便性が上がりました。ん？どういうことですか。1日に一度オーダーされた商品をその場でご用意できるということです。ショップ内にいるとき時間が進んでいないもので、担当はプログラミングをさっさと終わらせてすぐにお渡しできるということです。担当って誰のことですか。お客様、主催側の人間だよ。まあ、黒幕かな。変なところにいちいち突っかからないでくれるかな。もしかしてこのメンバーの中に黒幕がいちゃったり。ちなみにプレゼント廃止の理由は皆様それどころではないからです。まあそりゃな、友情深めるどころじゃないしな。そりゃそうでしょう。ではこれにて僕の方からお伝えすべきことはなくなりました。どうしますか。今ここでアイテムを注文してもデバイスの中に登録されるのでバレませんよ。鉄砲買っとく。ご信用ご信用。結構です。それならいいけれど、他のお客様はどうだろうね。みんながみんな着物くんのような愚か者だとは思わない方がいい。あのさ、愚か者でも結構です。さようなら、もう来ませんから。またお待ちしております。言っちゃった。微笑むキル様に言いようのない感情を覚えつつもショップを出た。ヤサメは何かしら確保しそうだよね、武器。あんた何してるの。え？一瞬で出てきたじゃん。遊んでるの。あ、時間経ってないことになってんだ。あー、そっか、ショップの中では時間が警戒しないんだって。ああ、なるほどね。やさめくんはショップ見ておかないの。はい、無理。行かないね。興味ないし、あいつ嫌いだし。ああ、確かになんか反り合わなそう。お互いになんか相手のこと小バカにし合いそう、ずっと。あのさ、まあそうだね、いろいろと最悪だったよ。相変わらずキル、え、ららら、下待ってない。相変わらずキル様は殺人の手助けをする気満々なんだ。それどころか仮想世界だからって注文されたものをすぐに用意できるって。便利になったね。のんきなこと言わないでよ。デバイスにアイテムがしまえるんだよ。時間経過なし、その場でアイテム調達、デバイスにしまえる。この仮想世界、アクトにとってはこれ以上ない環境だよ。コータさ、えららら、待ってないよ。コーサとさ、僕に言われても困るんだけど。そりゃそうだけど、
あんたって必須女でもあったんだね。一緒に部屋になったことをすでに後悔してるよ。必須女とか言われてる。何それ、自分から言ってきたくせに。あんたってなんかこの絵っぽいよね。何？まあとにかく僕は寝るよ。もう話しかけないでね。いつになったらヤサメとは友情深められるん？寝るってそういえばどこで？下に寝室があるんだよ。見る？あ、そうなの？うん。ヤサメくんの後を追って階段を降りた。あ、ほんとだ。なんかちょっといけない雰囲気になっちゃいそうな部屋だね。寝室ってここ？一部屋しかないの？だねー。すごく嫌なんだけど。ああ、でも。ああ、安心してよ、小里。僕も同じ気持ちだから。お前本当に女の子に失礼やぞ。というわけで僕は上で寝るつもり。上で寝る、上って寝る場所あったっけ？ソファーじゃない？ソファーがあったでしょ。僕、結構普段から椅子とかソファーで寝るんだ。寝心地悪い方が好き。なんじゃそりゃ。まあでもすぐ起きれるってのはあるのかもしれない。そうですか。さてと。じゃあおやすみ。いっちょっと。変わり者やな。まだ眠くないけど、私も寝るしかないよね。そういや、他のみんなは何してるのかな。せっかくだし、電話をかけてみてもいいかも。かけてみる？フルボイスなのかな、電話。ちょっとセーブしとこうか。はい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 、セーブした。どうやって電話かけたらいい？あ、左上にあった。電話。え、全員にかけれんのかな？あれ、マリルちゃんも。あれ、リンゴちゃんもない。レイミちゃん行く？なんか今回すげえ面白かったし。あ、もしもし、のじまさん。ただいま、電話に出ることができません。ピーッと、発信音が、ピーッとなりましたら、ご用件と、あれ？何でしたっけ？お名前とご用件じゃないかな。ああ、うん。お名前とご用件をお話しください。あ、はい。ピーキャラ。切られた。ボケるだけボケて切りやがった。なんてやっちゃう。これは？あ、あれだ。アイコン出てない子にはかけれないんだ。じゃあ猫ちゃん。ちょっとね、ボイスちっちゃいのね、調整できないんだよな。ごめんな。これ音量上げるとさ、BGM もでかくなっちゃうんだよね。まあ、ちょっと行くよ、猫ちゃんに。猫ちゃん、こんばんは。もしもし、キモノ？ごめん、ちょっと今大変でさ。え？マリルが、暗い道怖いって泣いてて。ごめん、大変な時に。うん、せっかくかけてくれたのにごめんね。折り返そうか。いやいや、特に用事はなかったからさ。あ、そうだったの？失礼しました。全然いいよ。ありがとう。とにかく今日はおやすみなさい。はい、おやすみなさい。後ろの方でマリルちゃんだいぶ暴れてたよね、今。聞こえたから、ごめんな、聞こえなかったらごめんな。ちょっとみんな自分でね、プレイしてな。じゃあ下の連中じゃねえ、下のみんな行こうか。ひだまくん。ひだまさん、もしもし。あの、出てる？出てるよね。あれ？聞こえる？ごめん、ひだまさん。なんだか電波が良くないみたい。私、こういうの詳しくなくて。おやすみなさい。いや、わざと仕方してたし。あ！被害に遭ってる、まさか。え？殺された？いやでもそっか、殺すとかはないもんな。わざとシカトしてるだけかもしれない。オグリミヤさん、こんばんは。コサト、何？どうしてるかなって。ちゃんとしたようはないわけ。せっかく電話機能もついたことだし、みんなにかけてみようかななんて。それ私にかける必要ある？必要ないかも。悪いけど、そういうのどうすればいいか。いい？次、用もないのにかけてきたら逮捕するから。あ、わかったよ。ごめんね。別に。じゃあ。なんか冷たいね、ミサネちゃん。一気にマジ心の距離開いた感じ。よし、シル。こんばんは、小里さん。こんばんは。どうか
僕は今コテージにいるよ。夜空と海を眺めているんだ。こうしていると嫌なことを忘れられる気がして。あ、確かに穏やかな気持ちになれるよね。あ、もうしばらくはこうしているだろう。ペアの木枯らし君もまだ帰ってこないしね。そうなんだ。小里さんはもう寝るのかい？あ、うん、ちょっと早いけどね。いや、ゆっくり休んだ方がいい。そうだね。シジル君もゆっくり休んでね。ありがとう。おやすみなさい。おやすみ。いい夢を。最後、最後いい夢をって、そりゃモテるわな、シュシル。チェミに好かれるわけだ。ん？何の用？いや、用と言いますか、用がないのにかけるほど僕らって仲良かったっけ？いえ。っていうか、あんたは奴隷だよね。僕がかけていいよって言ってから初めてかけられるんだよ。ええ。いい？僕の許可なくかけないこと。返事は？わかりました。よろしい。相変わらずやな、やさめ。態度よ。態度の冷たさ。じゃ次、リュウ。ヘロ。二番手くん、さっきはありがとう。嫌われた探偵は何かしたか、あの後。大丈夫だけど、そうだ。What? 想像の 1.2 倍は優しいって言っておいてって言われたよ。それ、どんぐらいだ？ほぼ変わらないんじゃないかな。やっぱ嫌われた探偵は嫌われた探偵ってことか。だめ。何かされたら言えよ。ありがとね、言わんでく。No problem。リュウ君、声がだいぶ小さかった。次シーナ。着物。あ、シーナ。どうした？やさめ関連か。あ、いや、特にそういうわけじゃなくて、なんとなくね。そうか、よかったね。あ、ごめんね、用事もなくて。いや、気にしてないけど。なあ、やさめに嫌なことされたらすぐ連絡しろよ。あ、いつでも電話していいからよ。うん、ありがとう。じゃあゆっくり休めよ。また明日。おやすみなさい。早かったらしいな。なんかバタバタ電話切られた感じ。なんかね、ちょっとね、まだ完成じゃないのかな？なんかまだ続き出るっぽい感じだから、あの、なんだっけ、この第2章の続きが出るって感じなのかな？うん。だから、このキャラクターの音量をもし調節できるんだったら、ちょっと上げてほしいよなってところですね。うん。あれ、シュシルの消えたけど消えてない。あれ、これもう一回かけれんのかな？まだついてる人たちって。そういう感じ？ちょっとかけてみる？もう一回。着物。あ、シーナ。どうした？やさめ関連か。あ、いや、変わってないね。そういうわけじゃなくて、なんとなくね。飛ばせなかった。ね、ちょっとスキップするね。はいはい、戻ってきた戻ってきた。じゃあ次、リンマに話しかけるよ。電話かける。もしもし。もしもし、コナエ君。あ、やっべ。え？どうしたの？お客様がおかけになった電話は現在、使われておりません。ああ、番号を確かめになるか、あとリンマ君への好感度を上げるかとかいろいろした末にもう一度かけ直したら、うん、もしかしたら出るとこともないかもしれないので、ね、そういう感じで、ね、あ、ちょっと待って、あの、いや、待って、うん、あのね、違うんだよね、これは。あの、そうなんですよ。すごいなんかいろいろあって。何いろいろって。切るよ。あ、ちょっと待ってね。もうちょっとだけ待って。あの、もうちょっとだけね、待ってもらえたら、やっぱりこう面白い。あ、今からギャグやる。今からギャグやります。ショートコント。はい、切られた。じゃあ、さくら。一人でだいぶ暴走してた。もしもし。木枯らし君、こんばんは。どうかしましたか？なんとなく。どうしてるかなって。俺ですか？うん。今レストハウスにシーナとリンマと一緒にいますよ。そっか。キモノちゃんはもう寝るんですか？うん、そのつもりだったよ。ちょっと早いけどね。いやいや、俺も結構もう、うん、眠くって。だよね。いい時間ですよね。うんうん。ゆっくり休んでください。ありがとう、木枯らし君。おやすみ。はい。おやすみなさい。また明日。優しいやつ多いよな、シュシルとサクラ。
アクトかな。アクトだからこそ優しいのかな。なりきってるっていうか、いい人に演技なのかもしれない。で最後うずきだね。もしもし。うずきくん、こんばんは。コサト、もしかしてあの後やさめになんか言われた感じっすか。ああ、それは意外と大丈夫だったよ。マジっすか。それはよかったっすわ。あいつマジで性格めんどいんだ。さっきはありがとね。いや、礼なら2番手に。ってことで、他に何か用はあるんすか。特には。そうっすか。じゃあ切っていいっすか。あ、うん、おやすみなさい。おやすみっす。切られた。まあ、着物ちゃんから電話来たのにそんな切っていいっすかとか、ちょっと冷たすぎ。もっと喜びし、俺なら多分、何話すみたいな感じになるぞ、お前。挙動っちゃうぞ、俺だったら。じゃあ、眠りにつきましょうか。おやすみ。もう眠る。おやすみなさい。マジな、ギセヒロ、あと音量調節機能だけ欲しいな、本当に。あるのかな？俺が知らないだけが。わかってないだけ？シュウヤン。ちょっと怖い。急に無音に。何この音？リゾートアイランド。仮想世界とはいえ、かなり開放的ね。こんな暗くて狭い部屋に何日も監禁されていたら、少し羨ましくもなるわ。え？不謹慎だと思った？ごめんなさいね。私はこういう人間なの。私は基本的にどうでもいいのよ。あの子のこと以外はどうでも。着物のお姉ちゃん。あの子。ああ。あの子って、誰だったかしら。忘れてる。一体誰だこの人。この人の存在もわからぬまま。ああ、そうだ。おはようございます。朝になりました。リゾート生活2日目がスタートです。本日の正午、シアターにて上映がございます。上映？ピクマルも出現しておりますので、あ、捕獲しに行かないと。上映時間以外は自由にお過ごしください。捕まえようか。やかましい。あれ？もう朝？なんだか寝た気がしないけど。て？あ？寝癖がないし、服もはだけてない。つまり、そういうこと？仮想世界のアバターって便利なんだな。この格好自体は落ち着かないけど、俺は目の保養になっておりますね。さっきのモーニングアナウンス、正午にシアターで上映があるって言ってたよね。とてもそんな気分じゃないけど、とりあえず上に上がろう。やさめくんは起きてるかな？ねえ。起きてる。あ、なんか波のいい音が。やさめくん、おはよう。いい？僕、今から外に行くから、いきなり。早々に一体どこへ行くの？ピクマル探しじゃない？決まってるでしょ。知識の探索だよ。そういえばピクマルが出るのは今日からだっけ？レストハウスには行かないの？朝は集まろうって。行かない。じゃ。行っちゃった。ああ、うん。まあ相変わらずやな。やさめくんは振り返ることなくコテージを後にした。さて、昨日のお話だと、できれば一日に一回は顔を合わせた方がいいってことで、朝はレストハウスに集まろうって言ってたし、行こうかな。そうだ、忘れずに分身をデバイスに入れなきゃ。入った。そういえば、今朝からピクマルが出るんだっけ？レストハウスに向かいつつ、軽くあたりを見渡してみてもいいかも。よし、行こう。ピクマルでな、誰が悪とかわかるしな。え、全員分取れんのかな？ストーリーの進め方によって変わるんかな。なんだ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 どうしたどうした。朝日か。朝日が眩しいのか。おー、いたなんだなんだったん一体。あんじゃあ今回はここまでにしとこうか。みんなコテージに集まってんだけど。あ、でやさめ図書館にいる。んじゃあレストハウス行く前に全部寄ってピクマルいるか探してみようか。適当に雑にちゃーって見てみようかな。いないか。そんな簡単に出てこないのかな。どうなんだろう。あ、今ビーチ行ったんだっけ。ちょっと一通り見るだけ見ちゃおうかな。ピクマル、稲荘、灯台、
こういうなんか見づらいところに隠れてたりするのかな。そこまでめんどくさくないんか。東大内いないね。隠れ方がどうやって隠れてるからだよな、本当に。なんか隠れミッキーばりの隠し方だったらちょっと見つけられないけど、全然いなそう。全然いない。あ、全然いないね。いる？いないいないいない。全然いない全然いない。図書館にいたらまあヤサメが見つけてるだろうしな。いないね。うん。まあ、とりあえず今回はここまでとさせていただきます。もしこの動画の続きが気になるようでしたら、ぜひぜひチャンネル登録してくれたらとても嬉しいです。他にも気になる動画ございましたら、シュヤンの再生リストをチェックしてみてくださいね。はい。それでは、シュヤンでした。またね。